はい。それでは本日は2級建築施工管理技師の学科試験。令和元年前期問い50番。平成30年後期問い50番。平成29年前期問い25番。平成26年のすいません、問い25番。こちらの4つについて解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されていますのでそ、そちらからもご覧ください。今回の問題は法規の騒音規制法の問題になるということになります。まずですね、令和元年に関しては答えが3番。平成30年が答えが4番。 平平成29年が一番平成29 26年年が番番もという形になりますこの問題なんですが、まあ、騒音規制法なんですけども、まずこれはですね、もうザクッと言ってしまうと、工事するのがうるさいから、元請けが市町長村長へ、工事日の7日前までに実施届を提出しなければいけないというものになります。 でですね、今回、えー、説明していくのはその届に、えー、届出書に記入または添付の定めがあるものとあとは騒音規制法における特定建設作業ですこの2つがこの、えー、4年間で出てくる問題になったので、まあ、こちらを、えー、解説していこうかなと思いますで、えー、平成30年後期の問い、えー、50番に関してはそれ以外とはまた別の問題になります 平成30年だけは、この届出の記入、添付に定めがあるもの、それ以外の問題に関しては、特定建設作業になるという形になります。なので、まずはじめに、平成30年後期問い50番からやっていきたいと思います。総規制法上の指定区域内のにおける特定建設作業を伴う建設工事の施行に際し、市町村長への届出書に記入または添付の定めのないものはどれか、ないものはどれかという問題になります。 この問題なんですが、まず、えー、この届け出書に記入、または添付の定めがあるものというものが5つあります。その中の1番に関しては、これですね、特定建設作業の開始および終了の時刻、これが、えー、その他環境省,省令で定める事項の中の開始および終了の時刻等に入っているので、この1番は定めがあるということになります。そして2番に関しては、建設工事の目的に関わるけん、えー、施設、または工作物の種類というものは、この、ま、2つ目。この2 2項目目に入っているのでこちらも大丈夫、えー、大丈夫というか、えーまあ、定めなければいけないということですねそして3番に関してが一番ちょっとややこしい問題になるんですけども特定建設作業の場所の場所の付近の見取り図ですねこちら3項目目の特定建設作業の場所及び実施の期間なんですが、まあ、この場所に関しては現場付近の見取り図が必要になりますのでこれも,これもまあ添付しなければいけないという流れになります そして最後の特定性建設作業に関わる仮説計画図。こちらは工事の図面とかになるので、まあ、こちらはいりませんよという形になります。なのでこの1,2,3,4,5のこの5項目の中から外れているものに関しては4番になるので、この平成30年の問い50番に関しては4番の答えとなります。それでは次に令和元年前期と、そして平成29年前期、そして平成26年。この3つの問題を一気に解説をしていきたいと思います。 この、えー、騒音規制法における特定建設作業がですね、まあ、どのような作業なのかという問題。まあ、ざくっと言うと、届け書が必要な工事ですね。それはどのような工事なのかという問題になるんですが、えー、今回の問題ですけども、まあ、基本的にざくっと上げると、病、えー、打ち、えー、打ち機、あとは昨晩、えー、機、あとは、えー、空,空気圧縮機、バックホー、ブルトーザー、トラクターショベル、そして食い打ち機、えー、食い打ち機、 食い打ち食い抜き機、そして食い抜き機が、まずザクと該当することになります。で、令和元年、平成29年、平成26年、全部バラバラにまとめさせていただきました。過去問から出てきている問題なんですけども、昨晩期ですね。これはですね、平成29年も平成26年も令和元年もですね、ただし作業は開始した日に終わらないものとするというものは、この昨晩期のことを言っていることになります。なので、この 作業は開始したその日に終わらないものとするというのは全部こいつのために書いてあるということですね。なのでこの、えー、作業が1日に終わらない場合に関しては、えー、騒音規制に関する、えー、届出が必要になるということになります。なのでこの、えー、平成29年、平成26年に関してはこの、えー、1日における作業のにかかる、えー、2点間の最大距離が50メートルの作業と書いてあるのはこちら削減機が50メートル以下。 これ、50メートルの作業、えー、1日における2点間の最大距離これ、これですね、1日における、えー、作業に関わる2点間の最大距離が50メートルなので、まあ、50メートルがマックスということなので、50メートル以下だと、えー、この特定建設作業に入るので、まあ、こちらは、えー、届ける書が必要になるということですね。そして、えー、バックホート、あとブルトーザー、そしてトラクターショベルが出てくるんですけども、結論暗記になります。 バックホー、ブルドーザー、トラクターショベルに関しては、バックホー 80kW、えー、以上、そしてブルドーザーは 40kW 以上、そしてトラクターショベルに関しては 70kW 以上なになりますので、まあ、これも各々の、えー、過去問から、まあ、このような、えー、数字が出されているので、全部届け出が必要になりますよという流れになります。そして最後の問題なんですが、食い打ち、食い抜き機であったり、食い抜き機ですね。この,この食い、食いの、えー、まあ、なんて言えばいいんですかね、食の機械に関しては、 非常に多く出ております。この食い打ち食い抜き機に関しては令和元年平成29年に出ております。食い,打ち、えー、食い抜き機たと、まあ、すいません、えー圧えー、圧入式の食い打ち食い抜き機であったり、あとは、えー、食い打ち機をアースオーガと併用する場合、これに関しては除かれるので、まあ、ここは非常に注意しておかなければいけないという流れになります。平成29年、そして平成26年、令和元年、すべて食い,、えー、食い打ち機、どん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 ,どん食いを打っていく機械と、 アースオーガを併用する。アースオーガでこで掘削して、そして杭打ち木で杭をこう入れていく。これが併用できるものに関しては、この特定建設作業に該当しないので、こちらは、えー、全ての問題において、まあ、正解。これが回答になるという流れになります。これはですね、令和元年、平成29年、平成26年、全部これで出てますので、これは一番覚えておく必要があるということですね。1番、そして1番。 なので、まずこれを覚えていただくのと、あとは令和元年と平成29年に出てきています。この、えー、圧入式を除く、圧入式に関しては、えー、この特定建設作業には該当しません。ただ、除くと書いてあるので、それ以外の食い打ち、食い抜きを共にする場合に関しては、特定建設作業に入るので、この平成29年、そして令和元年ともに、えー、特定建設作業になるので、こちらも覚えていただければと思います。 少しちょっとざくっとした説明になってしまったんですが、まあ、結果から言うと令和元年平成29年平成26年に関してはこれはまず覚えておかなければいけないことあとはこの削岩機であったりあとは食い討ち食い抜き器あとはこのような爆砲とか、えー、建設機械の作業は一、えー、つ覚えていただければという流れになりますそれではですね今回の答えなんですが令和元年は3番平成30年は4番平成29年は1番平成26年は1番という形になります